ー皆さん、ハローでーす。はい、どうもー、メガネです。皆さん、今日はよろしくお願いします。はい、というわけで今日はついにファンミーティングの時間が来ましたね。いやー、わざわざ大阪から東京までできて、はい、でもなんか僕らのファンミにはいないスライドが出てますね。あれあれ、一人でみんなと会う女、おや、これ俺らのファンミじゃないですよ、これ。ということでね、今日は何をしていきたいかというとですね、ゆきりぬのファンミ花尾伝願潜入してみたー。イエイイエイゲイなのか、これは。でもということでですね、今日はなんとゆきりぬさんの初の単独イベントということがあるんですけども、実は僕らがちょっといると。やってんなこれでも。やってんなこれでも。あの、今日はだからね、裏方のね、スタッフさんらとちょっとね、グルになってね。でも、ゆきりぬの実際ファンミーティング自体には迷惑をかけないように、僕たちは今日は絶対ファンの方にバレてはいけません。 OK です。今日はネタバラシを最後ね、ハイタッチ会みたいなするらしいんですよね。それでもうあと2人残ってますみたいな感じで出ていくっていうのまでね、一通りやったらゆきりぬさんはどっかで気づくんじゃないかということでやっていきたいと思います。はい、はい、ということでメイクとバッティング1人じゃないよ、3人だよ。はい、ということで、ここがゆきりぬさんの楽屋ということで、ここにあります、シールこの辺なんか貼っていきます。俺らいるでアピール。これ俺らいるんよ。ウェットティッシュを開けたら花輪がちょっと登場するみたいな感じしようかな。結構バレるかな、これ思うかな。もうそろ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 ゆきりぬさ、どこ行っても俺らいるんちゃうかっていう恐怖感出てくるよな、多分マジで。マジ怖っ、これ。それめっちゃ怖い。怖っ。さあ、ちょっと化粧落とそうかーいうときに、てれーめっちゃニョキってニョキって出てくる。俺もどこかに忍ばせたい。これなんか時間とかできん。あいや、お、すげえすげえすげえ、これめっちゃすげえ。これめっちゃおもろい。これはキモい。はい、ということでもうすぐゆきりぬさん来るんでね、ちょっとこの部屋にカメラ仕掛けとくんで、この仕掛けに対してどういう反応するのかちょっと見ていきたいと思います。はい、というわけで時間あったんで、はい、一旦その別の場所に待機したんですけど、はい、もうそろそろね、開演ということで。いや本当にこれ絶対本当にお客さんにバレたら迷惑ですから ね。今回は一応お客さんに迷惑かけないならいいよっていう体で、そのウームの人に OK もらってるんで、あんまり今回冒険できないです。そうっす。はい、ということで今道端でのんきにカメラ回したんですけど、いやほんまにさっき撮ってた後ろにいた人たちがぬきりのファンミのに来る人で、速攻でバレてしまったんで、ちょっとこっち来いみたいな感じになって潜入するんですけど、ちょっとこの音は内密でということで、まあ、一応5万円ぐらい渡しておきましたんで。皮膚めっちゃ好きです。なんか今スタッフさんから連絡が入ったんですけど、楽屋での取れ高があまりなかった。俺らのあれ虚しく虚しく虚しく、俺たちのギミック虚しくあまりなかったという。だからマジで言って、ゆきりぬはオフの時にマジで無反応なのよ、俺と一緒で。お前もだから人のこと言えんからな、ゆきりぬ。お前ほんまにそう。ということでですね、なんとね、質問に僕らのね、はい、僕らのね、あの質問もね、放り込ましたんで、はい、何したらいい、中で何したらいい。え、バック転。無理やろ、死ぬやろ。なんかいろいろ化粧ポーチとかありますね。ちょっと化粧品紹介し、じゃあ、これ何、なんかハイライト。ハイライトって何。なんか、テカテカにするやつ。あ、そうなんだ。それで、チャンネル作るっけ。
今日作るらしいです。今日作るよ。今日作るよ。あの1本目あの雪でおっぱい作ってみたい。はい。あ、ニックネームじゃなくて本名で書いてる。楽太郎。本名ですか。A 判定楽太郎。あ、これはあの。幼児 A 判定は楽太郎。動画見ろ動画。今受験生で、あと2週間で本番なのですが、大丈夫気をつけて。もしで A 判定出てるのに、学校行かずフードコートで勉強しています。僕はこれで大丈夫じゃ、大丈夫でしょうか。いいじゃない、別に。フードコートって楽しいもんね。危なそうですけど。これ、花尾の本番のエピソードやから。落ち込むことないから、大丈夫。春、二条さん。春、春。そうですね。ちょっとですね。あそこにさっき買収した二人がいるので、ちょっとあの子たちの近くにいてみたいと思います。あのちょっとここで私飛び入りでゲストを呼んでるんですけど、私呼びますね。はい。カコチン。お疲れ様です。次はですね、ゆきりののね、このパーカーが僕らの方があるらしいですよ。第1回ゆきりの。あ、やばい、やっぱ始まった。クイズ始まった。ということでね、パーカー2着買ったんで、僕らの分取りましょうということで行きましょう。行きましょう。僕に終わった後、もう本当に辛すぎて、はい、ポーチかね、あ、ポーチ、ポーチ、釣り箱にもない。第一問、こちら。これは外せたら、今日聞いてないですこれを当てていただきたい、ね、はい、はい、というわけで正解はこちら。はい、いやー、面白い。イエーイ、そうだよね、探してよかった。なんか一番最初に見たのが、なんかこう、ダミーが長いところなんか色々みたいなってなんかすごい何これ何これわからないでよく頼むものね。ちょっともう一回いきますよ。見えないそれではお答えどうぞ。はい、これははい、このメンバーが出てきますけど正解はこちら。やりたいと思います。ミュージックスターティー。何それ何それ何それ。お、手拍子手拍子手拍子。ということで一旦ですね、はい、チェキ買いが始まったのでネタバラシをしてもいい頃合いかなと思うので二人でねちょっと最後突撃しようかなと。はい、次の方。はい、はい、カメラお預かりしてもいいですか。大丈夫ですか。ちょっとカメラ車2階なんでちょっと。
チータです写真撮っていいですか写真撮っていいですか北斗なんかおかしいなって思ったの何がマネージャーさんがいると思ってはいつもいるっしょ本当にワッキーはいつもいるっしょはいということで、はい、なんとゆきりぬのファン未潜入ドッキリでしたイエーイちなみにステージの上から見えたえ全然それ全然ないな全然ないやだいぶアピールしたけどね隠居だからさいや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 やめろよそれ言わんといていや言いたいけど俺だそれ言わんといて俺結構拍手頑張ってたよ俺ちなみに確かに俺ら結構後ろの方から攻めてたよなだいぶだいぶ結構だいぶ攻めてたこいつ頑張りすぎてスタッフさんに退場させられてた、ね、そう俺さあのファンの人らにバレるから出てけって出てけって言われてこの方がバレへんかったかもしれないけどね逆にえ何着てたのえ俺白の雪リヌパーカー着てますえキモおーいやおいきます。はい、チーズ。